はいどうも、風間ゆうりと申します。かまいたちの夜トリプルパート2やっていこうと思います。ちょっと私やらかしちゃいまして、一回途中まで収録したんですけど声が入ってなくて、で見ての通りこの3番目のセクシーだよが灰色になっちゃってて、洗濯した後なんですねだからちょっと途中まで内容が分かっちゃってて初見じゃなくなっちゃったんですけど、すみません。どうしようかな。あ、失礼。じゃあ、セクシーだよ選んだけど、ちょっとね、普通に真面目に行こうかな。綺麗だ。外国映画の男優のようにスマートに決めた。じゃあこれで行きましょう。よし、気を取り直していくぞ。よし。綺麗だ。外国映画の男優のようにスマートに決めた。勝ったが、そんなセリフ僕にはとても言えなかった。言えなかったか。そっか、取るわな、そういう人だもんな。ただ彼女を見つめていた。何見てるの、ポカンとしちゃって。そんなにお腹空いた。やれやれ通じないんだね。小林さんの奥さん京子さんとバイトのみどりさんの2人が料理を各テーブルに運ぶ。泊まり客は僕たち3人娘、そして遅れてきた夫婦ものだけかと思っていたのだが、もう一人こんなペンションには似つかわしくない客がいた。食堂の隅、壁に溶け込むようにして座っているコートの男。食事中だというのに上着も帽子も脱がず、雨つさえ黒いサングラスまでかけている。スキー客にはもちろん、仕事で来ている営業マンにすら見えない。ヤクザ。それが僕の第一印象だった。どっちかっていうとなんか探偵っぽい服装だけどね。あのハット帽子かぶってさ、コート着て。ヤクザ。あーでも昔のドラマとかに出てくるヤクザはあんな感じだったのかな。しかしヤクザがこんなところに、僕は思わず口にしていた。あの人ヤクザかな。僕はマリに意見を求めた。前回っていうか、その鳥の取って失敗しちゃった時はあの人ヤクザかなを選んでみました。どうしましょう。あの人ヤクザかなでいいかな。あの人ヤクザかな。僕はマリに意見を求めた。失礼でしょ、そんなにチラチラ見たら。それにヤクザが一人でペンションに来て何をしようっていうのよ。確かによく見るとおとなしくスープをすすっているし、見かけと違って気のいい人なのかもしれない。サングラスを外さないのは単に気取ってるだけなのか、あるいは目つきが悪くて人に怖がられやすいのかもしれない。どっちにせよ料理が並んだ時点でもうそんなことはすっかり忘れていた。その目つきが悪い人っていうか、その見た目で判断される人って結構優しい人が多いイメージなんですよね、私は。だからいい人なんじゃないかな。おいしい。マリはスープを一口飲むと声を漏らした。小さな角切り野菜のたくさん入ったミネストローネとかいうイタリア料理だ。ミネストローネ好きです私。無印のミネストローネが買いだめしてストックいっぱいあります。熱々のそのスープは本当に美味しくて、体の奥から温まるような感じだった。無印のミネストローネ本当に具沢山で、なんだろう、スーパーのスープを買うよりはちょっとお値段は張るけれども、そのお値段に総じた味と量です。本当におすすめです。その後に出てきた料理もどれも味も量も満足のいくものばかりで、あちこちからため息に近い声が聞こえる。ペンションとしてではなくレストランとしてでもやっていけそうだと改めて思った。
実際あのヤクザみたいな人や中年の夫婦なんかは食事目当てに来たのかもしれない。これっておばさんが作ってるの？食後のコーヒーの時僕はマリに尋ねた。おばさんは手伝ってるだけじゃないかな。料理が好きなのはおじさんの方。子供の頃から料理人になりたかったんだって。一旦は諦めてサラリーマンになったんだけど、夢が捨てられなかったのね。子供ができなかったこともあって脱サラしてペンションなんか始めちゃったわけ。でも大変なんだろうな。僕は感心した。そうでしょうね。でもたまたまおじいさん、つまり私のお母さんのお父さんなんだけど、おじいさんはこの辺りの山をいくつも持っててね、土地だけは初めからあったから、そういう面での苦労はそんなになかったみたいなのよ。たまにそうだよね、そのなんて言うんだろう、ご年長の方々年長の方々は山とか土地をたくさん持ってるっていう方がね、結構田舎町だとよくあることだよね。へえ、じゃあマリの家ってすごい金持ちなんだ。お金の手をやめろ。なんだか少し引き目を感じてきた。そんなことないのよ。土地のほとんどは長男のおじさんの方に行っちゃったから。うちはただのサラリーマン、家だって狭いんだから。身分違いの恋でなくてよかった。食事を終えた人々が三々午後食堂を出ていく。僕のデジタル時計は19時55分を示している。さてと、じゃあナイターに行こうか。マリが信じられないことを言って立ち上がる。冗談だろ、こんな吹雪じゃナイターなんてやってないんじゃない？それにもう体だってボロボロだよと思った。天気予報を聞いてる限りじゃナイターどころじゃなさそうよ。エプロン姿の緑さんが横から口を挟む。当分ここから出ない方が安全みたい。アルバイトの篠崎みどりさんは年齢不詳だ。多分20代 なのだと思うが、時々高校生みたいに見える時もあるし、おばさんに見えることもある。失礼です、おばさんは失礼です。暇な時はずっとゲレンデにいるのか、顔も髪もすっかり雪焼けしてまるでサーファーのようだ。肌が黒いのかな。そんなに激しいんですか？僕はほっとしたのと不安になったのが半分半分だった。予報じゃ近年にない大雪になるかもしれないって言ってるよ。今度はもう一人のアルバイト、久保田敏夫さんがやってきた。敏夫さんは自称大学6年生。スキー好きが高じて単位そっちのけでこんなバイトを続けているのだという。身長は180センチを軽く超えていて、スキーはもちろん、いかにもスポーツ万能といった体つきをしている。日焼け具合もみどりさんといい勝負だ。勝負なのかそれ。こういう人の前に出るとなんだか気遅れしてしまう。とりわけガールフレンドと一緒だったりなんかすると。僕はマリの反応を伺った。目を憧れてキラキラさせていることもなければ、胸の高鳴りを抑えている様子もない。安心した。ここに閉じ込められて飢え死になんてことないでしょうね。僕が尋ねると敏夫さんは手を振って笑った。それは大丈夫、町から離れてるからね。食料だけはいつも十分用意してるんだ。缶詰なんかも合わせればこの人数だと3週間は腹いっぱい食わせられるよ。3週間も閉じ込められるなんてゾッとしない考えだった。いや、マリと一緒ならそれも悪くないかもしれない。そんなことを考えて彼女をちらりと見た。ん？どうかした？いや別に。敏夫さんがさも残念そうに言った。3週間ってのは大げさだけど、明日滑るのは無理かもしれないね。まあ学校は休みなんだし、1日2日滞在が伸びたって構わないんだろ。そうね、おじさん次第ね。事情が事情なのだから、余分に止めてくれるかもしれないわね。ねえ、トールはいいんでしょ？ああ、来ました。そう、私前回っていうか失敗しちゃった時は、もちろん宿泊代はタダなんだろうねってふざけたんですよ。そしたらもう
やばい空気になりました。もうあんな思いはしたくないんで、普通に、え、ああもちろんって言います。え、ああもちろん。僕は笑顔を返した。本当はバイトがあるのだが、めったにない機会なのだから断ったって構わない。ここで何日か過ごす間に何かいいことが起こるかもしれない。そんな思いを巡らせていた時、ホールの方からざわめきが伝わってきた。僕とマリは重い腰を上げ食堂を出た。ああすげえ平和に終わった。よかった。もし気になる人はもうぜひプレイしてみてください。本当に怖いです。フロントのあたりで、あの女の子たちが3人小林さんに向かって何かをわめいている。ちょっとちょっと落ち着いて話してください。何があったんです？だから今部屋に戻ったら床にこんなものが。女の子たちが震えながら小林さんに小さな紙切れを差し出した。横から覗き込むと赤いマジックのようなもので字が書き殴ってある。今夜12時誰かが死ぬ。今夜12時誰かが死ぬ。僕が読み上げるとみんな一様に息を呑んだ。数秒後にようやく小林さんが口を開いた。誰かのいたずらでしょう。悪趣味ね。マリが眉を潜める。確かに悪趣味ないたずらだった。それが本当にいたずらなんだとしたら。でも誰かが私たちの部屋に入ってこれを置いていったんですよ。気持ち悪くてあそこじゃ眠れないわ。かなこちゃんは泣きそうに顔をゆがめている。床に落ちてたんならドアの下の隙間から差し込んだんじゃないですか。鍵はかけていらしたんでしょ。冷静だな小林さん。小林さんがそう言うと女の子たちはポカンとした表情を浮かべた。そっか、中に入らなくてもいいんだ。どうやらそんなことにも気づいてなかったらしい。でもやっぱり気持ち悪い。メガネのアキちゃんだ。なんならお部屋を変えましょうか。幸い空き部屋もありますから。その部屋にもテレビついてます？ケイコちゃんがそう聞くと小林さんは申し訳なさそうに首を振った。すいません、うちは客室には基本的にテレビは置いてないんです。二部屋だけ置いてある部屋があるんですが、それが今お泊まりの部屋なんですよ。もう一部屋はあいにく塞がってます。ですからテレビをご覧になるんでしたら今のお部屋で我慢していただくしか。どうする？三人は顔を見合わせ話し合い始めた。私やっぱり気持ち悪い。アキちゃんだ。テレビは我慢しようか。かなこちゃんが答える。私見たいテレビがあるの。けいこちゃんがわがままを言い出した。テレビなんかいいでしょ。何しに来てんのよあんたは。私たちはスキーしに来たのよ。スキーに。かなこちゃんが怒り始める。わかってるけど、でも今日は見逃せないの。サッカー中の最終回なんだもん。僕は見たことはないが、確か堺の中心で金を稼ぐという最近人気の連続ドラマだ。セカチューをもじってますね。世界の中心で愛を叫ぶ。もうじゃあこのセカチューも20年前。わあ、そんな前なんだ。ドラマの形式を取りながら手軽な金儲けの方法も教えてくれるというので、主婦からサラリーマンまで幅広い人気があるらしい。結局つまらないいたずらだし、部屋を変えることにもあまり意味がなさそうだということで、彼女たちは引き下がって部屋に戻っていった。でも誰がこんないたずらするかしら。子供は止まってないし、いや子供のいたずらにしてもダメでしょ。赤い文字で死ぬとか書いちゃう。マリはいたずらっぽい目を僕に向けた。もしかしてトールじゃないの？とんでもないことを言い出す。小林さんも驚いて僕を見る。はい、前回は冗談じゃないよ、なんで僕がよく知りもしない彼女たちにそんなことって言いました。ここで疑われる必要はないからね。冗談じゃないよ、
なんで僕がよくも知りもしない彼女たちにそんなこと。僕は驚いて抗議した。そうよね、いくらトールでもこんなことしないわよね。なんだか引っかかる物言いだが、まあいいとしよう。その時フロントの電話が鳴り始めた。はい、シュプールです。小林さんが話すのを聞くともなしに聞きながら、僕らは誰もいない談話室のソファーに腰掛けた。小林さんの大きな声は僕たちの座ったところまでよく聞こえてくる。ああ、三木本様ですか。夕食はあいにく終わりましたが、お部屋は取ってございます。はい、はい、駅のあたりですか。そこからですと車で 3、40分はかかると思いますが、しかも今雪の方が相当ひどくなってますから。今頃来る人がいるみたいね。雪で遅れたのかしら。マリがささやく。きっとそうだよ、迷って遭難ってなことにならなきゃいいけどね。そうですか、ではお待ちしております。小林さんが電話を終えたところへ、2階から中年の夫婦の男性の方が降りてきた。テレビつけても構わんか。気さくに聞いてくる。ええ、どうぞ。僕が答えると彼はテーブルの上のリモコンでテレビをつけた。たわいもないドラマをやっているのを見てチャンネルを次々と変える。あかん、どこもやってへん。もうちょっと待たなしゃあないかな。テレビを消すと僕たちの方を向く。君ら今日の終わりね聞いてへんかな。は？終わりね？株価や株価、ここど田舎やからな、勇敢があらへんのや。こんなことやったらラジオ持ってくるんやった。香山さん、仕事のことは忘れるって約束でしょ。小林さんが声をかける。ああ小林くん、いや別に仕事やないや。毎日見てるさかい、ミント気持ち悪いしちゅうだけでな。奥さんはどうしたんですか。仕事してから仕事仕事で。あ、違う違う、仕事してから仕事仕事って仕事三昧。結婚してから仕事仕事で旅行の一つもしたことない。一遍ぐらい夫婦水入らずで旅行するのもええかもしれん。そうおっしゃったのは香山さんでしょ。そこまで喋って小林さんは僕たちが見ていることに気づいて言葉を切った。ああ、一応紹介しとこうか。香山さん、この子はわしの姪で、私の姪でマリと言います。こっちは義理の甥になるかもしれないトールくん。義理の甥？やだおじさん、勝手に決めないでよ。どんどん決めちゃってください。そうか、君の姪っ子さんか。それにしては別品やな。そう言っていやらしい目つきでマリを眺めます。いや、僕の思い過ごしかもしれない。香山さんは私が前の仕事をしている頃お世話になったんだ。大阪で社長をされている。こんにちは、よろしく。しかしなんやな、立派なペンションやないかなあ。わしも今まで脱サラしてうどん屋やの蕎麦屋やの始めよった人間知っとるけど、こんなしっかりやっとるのは初めて見たわ。あんたら学生さんか。香山さんはこちらを見た。は、はい。おじさん見習っときや、この人は立派な人や。ところで君、就職はもう決まったか。いえ、まだ。僕は、トールは何になりたいんだろうね。何の仕事がしたいんだろう。まだか。まだやったら打ち込んか。うちはええで、うちは実力主義やさかいな。2年目の人間が10年目より要け給料もろったり平気でしおる。大声でまくし立てる。大阪弁難しいです。はあ、しかしその代わり力のないやつはいつまでたっても給料上がらへん。どや、打ち込んか。どこまで本気なのかわからない。セーブきましたね。ああ、はい、そう、私第8章までやっちゃいまして、でそう、うん、どう、そうだな、ここの最初に「はい、ぜひお願いします」って選択選んで、次に「まだ先の話なんで」って選んだんですね。でこっちの「お願いします」
って方向に進んでいくと一個エンディングが見れたんですよ。じゃあ次回はそのエンディングから見ていこうかな。うん、ちょっと本当ごめんなさいね、なんだろうな初見の反応ができないね。うん、次回から気をつけるんで、はい、じゃあこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。